こんにちは。大変ご無沙汰しております。私が明けまして、久しぶりの撮影となっております。今回は、普段使っている化粧品の、購入品の紹介をしたいと思います。購入品といっても、だいぶ使っているので、結構すり減ってる感はあるんですけれども、ご了承いただければと思います。それでは一つ目参ります。こちらなんですけれども、スリーさんの、こちらはアイブロウじゃなくてアイライナーペンシルです。アイライナーと書いてあるんですけども、結構長さ的に、結構長い長さになってるんですけども、蓋を開けるとこんな感じです。ちょっと使ってる使用感があるんですけども、こういうふうにペンシル状になっています。ちょっと置いてみましょうか。この部分がもうちょっとすり減っているんですけれども、鉛筆をちょっと丸く削ったような感じのサイズ感となっていました。で、反対側となると、こういうキャップがついてて、で、開けるとこういうブラシがついていました。映りますでしょうか。こちらがアイライナーペンシルとなっております。それではもう二つ目は、リップです。こちらもスリーさんの商品です。買ってからはこちらも結構だいぶ日が経つんですけれども、こちらは、スリーのアライジングスピリットリップグローと書いてあります。そういえば先ほどのアイライナーペンシルなんですけれども、こちらは、メズモライジングパフォーマンスアイライナーペンシルという商品だそうです。今こちらをちょっと開けてみると、ちょっと iPhone の片手持ちなので、ちょっと片手でちょっと失礼します。こんな感じですね。で、中身を、出して、たら、こんな感じでしょうか。発色具合は、こんな感じです。ちょっと白いところを出してみて、白いところを出してみて、こういう色づき具合です。
3つ目です、まあ、3つ目って言うとちょっと2本一気にご紹介するんですけども、こちらは、ダイソーさんの、まあ、新しいブランドショップ、スタンダードプロダクスさんの、まあ、こちらもその、まあ、メイク関連の商品で、こちらは、シャドウライナーブラシ、まあ、アイメイクするときに使う小さめのブラシです。で、こちらは、パウダーブラシ。まあ、チークとか、まあ、もちろんファンデーションにも使えるこのブラシを選びました。まずはこちらのシャドウブラシについての紹介です。中身を取り出してみました。ブラシの先はこんな感じになっています。袋から取り出した時点ではこんな感じになっています。すごくこんな感じの質感だそうです。はい、次はパウダーブラシのご紹介です。ブラシをパウダーブラシを取り出してみました。見た目はこんな感じになっています。で、質感としてはこんな感じですね。とても柔らかい感じになってて、こすった感じがこんな感じになってます。ブラシの使い方としては、以前メイク担当者さんが動画で紹介してたのをちょっとたまたま偶然見つけたんですけども、まあ、ブラシの先端を見るとこういうふうにこちらの、まあ、上の方上部の、ですね、まあ、画面から上半分を使ってメイクする方法と、で、まあ、逆のところを使って細かいところを処理していく感じのブラシの使い方が一番いいんだそうです。まあ、筆をも最大限に使っていくって感じですね。こちらの両方とものブラシは、熊野筆を使用しているそうで、スタンダードプロダクツさんはもともと300円の価格帯で多く出されていると思うんですけども、まあ、こちらはちょっとまあ高額商品にはなるんですけども、パウダーブラシの場合は1000円、まあ、税込みで1100円でしょうかね。こういう品質表示としてなっています。今回この化粧品および、まあ、メイクアイテムのご紹介をいたしましたのは、最近新たにコスプレコスプレーション、まあ、正式名称はコスプレーションなんですけども、まあ、コスプレを、まあ、動画に上げていらっしゃる方の動画を拝見して、ちょっと影響されつつある今年なんですけども、まあ、でも
メイクの、あの仕方もなんかすごい多種多様にあるようで、まあ、その中でまあ自分に合ったそのメイクをちょっとしていきたいなっていうふうにも思っておりましたので、まあ、ちょっとあのブランドをまあ統一して、まあちょっとあの、まあ、化粧品関連はまあ、 あの、まあ化粧品関連はまあ別の会社、あの、まあ、それぞれメイクアイテムと、まあまあ、コスメはまあ別の会社になっちゃうんですけど、 なってしまったんですけれども、まあ、なるべくはそのアイテム同士はまあちょっと同じブランドでちょっと統一してみたくて、ちょっとお試しで